2月24日です、ね、ウクライナー、えーまあ、もう2年ということで、まあね、最初は半年かかるか、1年かかるかという話もあり、場合によってはね、3年や5年続くぞという、ねえー、のもあり、えーで、実際に2年経ちましたけれども、実際はこ、えー、着状態になっているということで,です、ねあのー、今後、どうやって着地するのかがよくわからないと。 いうことになっております。えー、で、まあ、この今世界がね、大混乱の中にあるというのも、結局この、えー、ウクライナの戦争によるところやっぱり大きいですよね。えー、っと、ウクライナの、えですね、えー、<coughs> まあロシ、まあ、ウクライナ自体はね、えー、決してその、えー、経済大国でもないわけなんですけども結局、ロシアが世界中からですね、えー、経済制裁を受けるということで,でウクライナも穀倉地帯ですあの穀物の、ね、輸出国ですしロシアも穀物の輸出国なんですけども、えー、これがあのし,、えー、しかもロシアは、えー、資源の輸出国ですよね石油、ガス、天然ガス、はい、そういったものあとそれからあの金とかもね出ますけども。えー、そういういもの ですねえーまあ、世界は買,買わないということになった時にヨーロッパでエネルギー高、えー、そして穀物高ということが起きてです、ねえー、世界の経済も大混乱に陥ったということですね。うん はい。そして、えー、非常にこの高いインフレで、えー、ヨーロッパもアメリカも相当苦労してましたけど、日本はね、えー、物価高といってもまだまだ、えー、ヨーロッパ、アメリカに比べるとですね、あの、大丈夫な方でした。はい。えー、で、まあ、今後どうなるのかということなんですけれども、で、ここ、あの、要はこう、プーチンは力による、まあ、どんな歴史的なね、考えがあるにせよ、力による現状変更を え、して、え、しまったわけですから。で、もしこれが、あのー、ね、プーチンの側がいい思いをするってことになってしまうとですね、えー、理由があればね、よその国の土地を取りに行って、制圧できちゃったら、やったものの勝ちっていうことにもなってしまうわけですよね。えー、そうすると、あのー、教育上良くないわけですよ。えー、プーチンの様子を習近平が見てるわけですから、あ、あ、こんな感じかと。<laughs> せめて行って制圧したら、えあ、いい思いできちゃうんだというね。近平の教育上良くないわけですね。あ、じゃあっていうことで、結局ね、最初はね、えー、もう鉄壁の連携でもってウクライナを守るぞみたいになってたけど、結局ヨーロッパも出し,しぶり、アメリカも出し,しぶり。 えー、結局どこの軍隊も駆けつけてくれなかったわけですよねあのー、まあ食料と弁当は渡すけどあとはやってって感じですよね <laughs> えっ、ー、そうなのってだってあのー、元々ウクライナって核兵器保有国だったわけですからええー、ね で、まあ、ソ連邦崩壊の時に、じゃあ核を放棄しなさいと。そしたらね、みんなで守るよって言いながら、分かった、じゃあ核を放棄するって言って攻められたら誰も守ってくれない。まあ、武器は渡してくれるけど、どこの軍隊も参戦してくれないわけですよね。えな、ー、んだと。あれ、もしウクライナ核兵器放棄してなかったら、こうはなってなかったよねってことになってるわけですよ。でそれをいいことにね、プーチンがやってしまったら、や ただけか、ね、いい思いをするってことになると理由があれば制圧したらねいいんだってことになったで結局、えー、どこの国もね連携して守るとか言いながら大したねまあ弁当とあの <laughs> 燃料を渡すぐらいのことしかしないと、えー、をやったものがちですからね、まあ、そうなってはいけないわけです。ですから あの、一応ね、えー、さっきの対戦の後ね、力による現状変更はダメと。ね。理由があってもダメだと。ね。えー、領土問題というのは武力による解決ではなくて話し合い、えー、だということで、ちょっとそう、理由になってないんだけどね。理由になってないんだけども、一応彼は、 プーチンは正当だと言ってるわけですよ、ねえー、なんかいくつか目的があって、まあ、最初はね NATO の東方拡大はダメだとかもしくはそのなんかもともとウクライナはロシアのもんだとかねあのなんかいろんなこと言ってますけども。 もしくは、その、えっ、ー、と、ウクライナが、えー、統治してるところに、ロシア系の人がいて、ウクライナ側にね、クソミソにされてると、その人たちを助けるんだ、みたいな。まあ、そんなね、えー、理由を適当に言ってですね、実際に攻めちゃったわけですよね。だから、やったもん勝ちになってはいけない。はい。えー、なので、ル、もうね、力による現状変更はダメなのであって、はい。えー、そういうことを試みたら、あの、もう世界中がね、もう叩き潰すんだと。 で、これでプーチンの意思をね、あの、ま、途中でね、とどまらせて、すいませんでしたと言ってですね、軍を引かせておけば、次またルールを破ってね、他国に攻め込むっていう人は、出てきにくくなる。はい。でもこれでプーチンがいい思いをしてしまったら、他にもね、同じようなことをする人が現れるわけですよ。はい。結局国際社会は連携できないんだ。はい。 武器弾薬をちょっと渡すぐらいなんだとなってしまう。はい。それが一番重要ですよね。はい。えー、なので、えー、絶対にプーチンは叩き潰さなくちゃいけないわけでいい思いをさせてはいかんということです。えー、で、今実際にね、もうね、膠着状態ということですけども、まあこれね、アメリカもね、結局その、 なんだかんだ言って出し渋ってきたわけじゃないですか。ちょっとずつしか渡してないわけですよ。ね。だからね、ちょっとずつ渡して長引くとトータルで高い金額になるから、もう一気にバーンと渡しちゃえばよかったんですよね、えー。実際アメリカが本気で短期間で止めようと思えばですね、全然違う展開があったと思うんですよ。アメリカ軍がバーンと管理をして、すぐ終わらせちゃえばよかったんですよ。うん。 えー、本当であればもう半年1年以内にですね終わらせることもできたと思うんです結局ウクライナ支援疲れみたいな感じで、まあ、各国いろいろと支援するけども長引いてまた続くまた長引いて続くでちょっと息切れがしてきてそのね支援もちょっと停滞するようになるとまた長引くということで悪循環ですよねこれもあもうこれもう石原幹事の、えー、戦争論をね、えー、学んだものとしてはですね 集中と突破ですからね、戦争というのは。はい。だからどんなに小さな力でも集中すればですね、突破できるわけですよ。で、兵力がね、あの、兵力が大きくても分散して対応した,たら、これはね、あの、勝てないわけですね。ね、なのでもう短期間でグッと押し返しちゃえばよかったんですよ。はい。それをやってこなかったということで、まあ、核戦争になるからっていうね、これは、あの、ね、 深入りしないための方便でしかないと。あ、ハイヒールの原理ね、そうですね。ハイヒールで蹴ればですね、それは、ね、破壊力抜群ですからね。だから結局、こう、これね、あの、長期化すれば長期化しただけ、ロシアが有利になるだけですよ。ウクライナはね、国力も少ない。兵力も少ない。でもね、戦う意思だけはある。ね、はい。であれば、もう短期間でね、もう、もう、すぐ終わらせるから。 最大の支援を、ねえー、各国がすればよかったんですよね。